綺麗。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、はい、今日は4月27日なんですけど、今は午前の10時ぐらいなんですけど、今からアメリカに行ってきます。これを食べて、今、ダラスに到着して11時間ぐらい飛行機乗りました。乗り換えを待ってます。なんかタクシー頼んでんけど、なんかやばくないですか別にいいけど、なんかアメリカに戻ってきたって感じです。でこれで3時間ぐらい乗り換えして、1時間半ぐらい飛行機乗ったら目的地のカンザス州に着きます。はい、皆さんお疲れ様です。今は日本からダラス、テキサス州のダラスっていうところに着いて、トランジット4時間ぐらいで、次1時間半ぐらい飛行機乗ってカンザスに行きます。で今日は、こっちの水曜日の27なんですけど、ほんま25の月曜日にこっちに来る予定で、なんか今週は友達と車とか家とかシェアするっていう予定で、全部計画立てとって、火曜日から練習して、今日はプロアマの日なんで、もともと練習なかったんですけど、でなんか月曜日の飛行機乗るときに PCR 私勘違いしとって、なんかね、3日前やと思っとったら1日前やって、それで乗れんくて、火曜日は飛行機飛んでなくて、だから遅れてこっちに来ましたで今水曜日なんですけど、明日はまあ連絡できるんですけど、で試合が明後日からなんで、大丈夫かな、多分体やばいと思うけど、まあとりあえず調整できるように、まあできることはやりたいと思います。で多分もう友達はさっき着いて練習ラウンドとかしてるんで、なんか空港に迎えに来てくれるらしいんで、とりあえず私はカンザスのガーデンシティっていう空港まで行って、で友達が私をピックアップしてくれて、多分一旦その家に行くかな。まあ2時に向こう着くんで練習行きたいけど、まあ一回ちょっと聞いてみます、その子に。で聞いてやろうかなって思いますで久しぶりのアメリカなんで、なんかちょっと変な感じするんやけど、今回から半年間こっちなんで、あんま実感ないけどあー、とりあえず頑張ります。じゃあねー。
今は練習してます。これから9時10分から18ホール回って、終わってからちょっと練習して試合に備えるって感じです。今週はちょっとグリーン汚いかも。こんな感じです。はい、今日は2日目で、練習ラウンドして18回って、今3時ぐらいなんだけど、喋れてない。3時ぐらいなんですけど、今から、昼ご飯を食べます。今週は、友達とね、エアビーをシェアしてるんやけど、まさかのね、フライパンもなくて、なんかフォークも、プレートもなくて、すごいみんな怒っとってんけど、って感じで、だからご飯作れなくて、しかもめっちゃ田舎でご飯屋さんないんで、なんかスーパーで買って適当になんか盛り付けたみたいな感じで、ね、なってます。こんな感じになってる。痩せそう。じゃあ食べます。はい、まだちょっと暗いけど1時間前です。はい、さっき帰ってきて4時ぐらいかな。で、ご飯食べて、なんか結構時間かかったのは、友達と一緒になんか化粧品ショップみたいな、日本にはない感じのところに友達が行きたいみたいって、で、私も一緒に行って化粧品をいっぱい試しました。テスターみたいな、ちょっとブロンザー試してんけど、ちょっと合うやつがなくて買わんかったけど、このね、めっちゃ唇が大きくなるリップを買いました。で、今からこんな感じなんやけど、私来週から語学学校みたいなにちょっとだけ通うんですよ。1ヶ月2週間オープンウィークやから、それのテスト、やる前にどれぐらいの英語力があるかっていうテストをやってクラス分けがあるらしくて、それを今から1時間半ぐらいかかるって、これに書いとって、それをやってから多分友達と映画を見ます、家で。って感じです。じゃあね。気持ちいい。 No, got it. Have a good week.